早いね。ありがとう。遊ぼう。今日体力テストでめっちゃ疲れてたから癒しタイムやってた。お。大変。ね。しんどさもあり、快感でもあるんじゃない？最近全然体を動かしてないから、やばいかも。体の体力とかが。目が閉じそう。え、あそこもう、そうか、もう9時やから。ありがとう。バイト終わりからニューミーの配信はめっちゃ嬉しいですよ。よかった。嬉しい、そうやって言ってもらえると。ありがとうございます。22時半からバイトだから、それまでゆうちゃん見てるやってさ。え、10時半からバイト、めっちゃ遅くからあれだ。お疲れだね、お疲れだね。画像めっちゃ可愛く作れてたね、えらいでしょ。やったね。そうなの、今回ね、ありがたいことにね、部数を増やしたいっていう目標があって、しかも 2部増えました。6部制になりました。ありがとうございます。本当にめちゃくちゃ嬉しい。そう、ファンの人がね、 DM でゆうちゃん6部制になったじゃんっていうコメントを、そう DM をくれて、そこで道調べたらね、6部制なんでこんな横になってるの、6部制になってて嬉しかった。そうだから早急に昨日か知ったから、明日今日が受付あるってなって、もう2時間かけてそうこれ作りました。あっち見えへんか、握手会のね、これを作りました。スタンプ風に作ろうと思って、ちょっと楽しみながら、そう2時間かけて、しかもこの丸がね、なかなかうまくいかへんくて、そう、そしてなんか間違えて消したり全部なくなったりとか、そういうハプニングもあってけど、ちゃんと成功っていうか完成してよかった。そう、このスタンプを全部押せるように、今回の6部制も完売して、もう本音を言うとあと1部でフルだったから、ちょっとその時はちょっと、あ、悔しいと思ったけど、でも実際もうそっちよりも6部制になれたことがすごく嬉しくて、そうやからまたね、たくさんの方にお話し会をね、来てもらえるように、このスタンプを埋めて、スタンプが押せるように私も頑張りますので、ね、そう押せるように、そう朝ね、朝から6分でね、朝からうわーってなるかもしれないけど、一部からもね、ぜひ一緒に早起き頑張りましょう。お、初めて申し込んだよやって、ありがとうございます。自分は全日申し込んだよ、ありがとう、嬉しい。朝は得意、私得意じゃないからさ。そうだけど、お話し会はね、お話し会でも、お仕事ある時の朝は全然起きれるんですけど、休みの日とかは起きれないな。そうそうそう、ね、この2個嬉しいご報告ができたのもすごく嬉しくて、でも私はなんかもうとりあえず今は2個嬉しいことが
皆さんにご報告できたのがすごく嬉しいっていう気持ちはあるし、立て続けにね嬉しいご報告ができるのは嬉しいよね。まだ申し込んだことないけど今回申し込んでみようと思ってる。お、待ってます。ナンバー18さんは握手会でしかね最近お会いできてないから会えたら嬉しいな。え、公演無観客になるね。ほぼ決まり。嘘やん、マジか。それは辛い。またなるんかな、ほんまに。もうええてもうええてコロナ、ほんまに。もうやめてくれよ。今回の話し会はバイトで重なって申し込みできないのがピエンやって。あら、なんとか時間を調節できないの。まあでもね、バイトとかね、お話し会あるとね難しいですもんね、なかなか。早く一緒に頑張ろう、一緒に頑張ろう、ほんまに。よいしょ。せやね、私はねもう家じゃなくなったからね。確かにな。ああ、そっか。仕方ないよね。ああ、もうみんなほんまにちゃんとしてんのかな、ほんまに。あんだけ増えることあんのって思うぐらい。ちょっと、意識が。つぼさんと愛しいなほんまにね。せめてさ、ミルさんの卒業コンサートはさ観客ありの方がありにしたいよね。あとはもう仕方ないし、ミルさんの卒業コンサートとかはもう1回しかないからさ、公演はまあ何回もね同じ演目できるかもしれないけど、マスクしてない人とかほんとイラッとするやつそうよな、マジで。つぶさんといてほしいねんけど、なんなんってなるよね。まあこれはもう全部コロナのせいやけど、いつもモバメありがとう。あ、見てくれてんの、撮ってくれてるんや、ありがとう。大事なライブね。せいで、ね、ミルさん最後の一期生さん、最後はね観客ありの、あれでみんなで送りたかったよね。送りたかったじゃん。かっこけになってる。まだ決まったわけじゃないけど。送りたいよね。絶対会いに行くから会いに行くまでいなくならないでな。ってさ。了解。実習ね。カットしに行った時にずっと美容師さんに愚痴ってたんだ。つらいな、もう嫌やで。そろそろ頼むよ、本当に頼むわ。なんかKin急事態宣言23日に決定ってさ、東京、大阪、兵庫、京都、これの繰り返しやん、ほんまに。つった
この繰り返し思いません？コロナ配信になったらちょっとまあ仕方がないか。あれ？ユーミンズバッと言ったらマジ言いたいわマジで言いたいぐらいみんなが思うよなね。ゆーちゃん今日もべっぴんさんありがとう。いいとこに気づいたね。ほんと繰り返しだけにだけで意味がないな。学校を休校にしないと元に戻らなさそう。学校もやばいんかな今。学校の方もやばいんですか。できること頑張らないとね。確かにね。みんながねさえちゃんと意識してちゃんと守ってればならないかもしれないけど、コロナってどう出るんやろな。そんなさニュースにさそんな多く出ることあるって思うね。そのままと話してんけど、コロナってどうやってわかんのみたいな。まあ確かに味覚がないとかさそういうのないと思うけどさ、みんなそんなさ普段検査とかしいひんやん。そうやからなんやろな。マスク2枚重ねにしてる。えらい。えらいね。こんばんは、こんばんは。配信でママと号泣していたゆうちゃんがこんなに綺麗になって嬉しいやってさ。確かにな。ショールームで号泣配信ありましたね、そういえば。懐かしいね。給料も減らされるしそれはマジでそう。ああそうなんや。うちの会社は月1に、ああそうなんや、検査があるんだね PCR の。今 NB48 にはゆうちゃんが必要だよ、引き締めたれ。嬉しいね、必要だよっていうコメントをいただいてすごく嬉しい。なんか私ねコメントで選抜発表の時のコメントで、コメントやったっけな、なんかそう見た時になんかこんなにこ嬉しい、めっちゃどのコメントも嬉しかったんやけど、なんか何やったっけ、なんかのコメントでここまで頑張ってくれてありがとうみたいなコメントを見た時にズイーンってきた。こんな何やろさ、言うてさ何やろ、こんな長年いててね、もうほんまに1年前からちょっとからじゃないですか、ようやく出始めたのって石田優美が。そんなね、まあ、選抜に選んでくださったりとかそうやったから嬉しいよね。そうやって言ってもらえるの嬉しい。ゆうちゃんやアンチュ見て後輩ちゃんたちも頑張ろうってなったはずやって。なってくれたら嬉しいよ本当に。腐らずに簡単に諦めるんじゃなくて、ほんまにここの活動、まあ言うてさアイドルになれるなんて人生一度しかないし若いうちにしかできないから、
自分がこの NAB48 のオーディション、まあ、理由はね、受けた理由はまあ人それぞれやと思うけど、入ったからにはちゃんと一生懸命諦めずに私はやってほしいなってすごく思う。だってね、まあ取ったの大人かもしれないけど、まあ、受けたのは自分自身やから、なんやろ、こうやってステージにも出させてもらって、まず応援してくださるファンの皆さんがすごいいることが本当に当たり前じゃないっていうことにちゃんと胸に秘めてちゃんと頑張ってほしいなっていうのもめっちゃ思う。だって一人のためにこんなに多くの人がさ動いてさ、会いに来てくれたり衣装作ってくれたりメイクしてくださったりとか、ご飯も用意してくれたりとか、移動中もね運転手さんもいてたりとか、そんな当たり前ね、これは当たり前と思って、なんやろ、なんか軽い、なんてやろな、ね、まあ若いうちにしかできないからなってすごく思うからさ、ほんまに思う。私はアイドルになってすごく一番ではない、いろんな仕事、どの仕事も大変やと思うんですけど、アイドルってすごいなってすごく思うもん、うん、そうね、だからこそこの活動に対しても、私はもう人生の半分 NAB にいてたからこそ無駄にはしたくないし、いろいろ言われるけども、それはもう自分が決めた人生やしね、もう一回選抜に復帰したいっていうのもやっぱり応援してくださるファンの皆さんがいるからこそ思えたから、じゃなかったら今ずっとここにいないし、こういう嬉しさとかも味わえてなかったと思うし、私の物語は私が作っていくんで、ね、私はちょっと不器用で、ねえろ、遅くに気づくタイプやから、そうちょっとね後悔した部分もあるけど、それにちゃんと言った目標が皆さんと一緒に叶えれたから、いつもね叶えてるから、これをつなげてもっといい景色をみんなと作っていきたいから、私は耳に障害があってけど、いつもゆうちゃんから元気や勇気もらってます。嬉しい、ありがとう。これからも応援してます、相手で、ありがとう。ちょっと今日メイク雑やなちょっと今日メイク雑でした。まだまだこれからだよ、期待してるぞ、ありがとうね。ラジコで反省会の話がまとめに、どういうこと？
どういうこと？あ、私まとめられてんの？また。なーに？本当にそれはそう、本当に。初見です、ありがとうございます。初見さんありがとう。ん、初見さんなのこの人、前来てなかったっけ。怖い先輩がいるとか、反省会で怖いメンバーのやつ、どういうこと。ゆうちゃんみたいにアイドルに、感情もやどうしようそう言って言ってもらえるの嬉しい。カラコン入れてます、めっちゃママが買ってくれたカラコン入れてんね。これ使わんとな、もったいないなと思って。ちょ、今全然髪色と合ってないけど許してね。間違えた間違えた、間違えちゃった。れいこちゃんとの、はい、深夜配信見てました。4時までの配信ね。怖い先輩がいるから今の後輩がついてきてるんですね。新しい iPhone12、 ゆうちゃん色やった、ゆうちゃん色やった、パープルにしたかった。どういうこと、どういうこと、どういうこと。新しい iPhone のゆうちゃん色やった、あ、パープルがあったってこと。パープル、いいな、新しい iPhone。 カメラ綺麗やろ。カメラの広角のやつにしたい。そう、すごいよな、あれ。メンバーの紫色出んの、やばいやん。怖い先輩、怖いと思ったことない。一人ぐらいいないとグループが良くならない怖いって言いながら後輩はちゃんとゆうちゃんをいじるから、本当はそんなこと思ってないやろうね。いや、マジで怖かったよ、全然いじられへんやろ。そうなったら裏でボロクソ言われてるやん。パープル出たんや、かわいい。私色にしたかったんだね。塗ろペンキで塗ろペンキで塗ろふん23日の金曜日の9時から予約開始ですよ。さ、ゆうちゃん色に染まりたいってことね。マッキーの紫で塗ったのかな。やめろマジで冗談で言っただけや。カバーを紫にしよう。おもろいな、この人。中平康介さん。マジでそれしてきたらおもろいね、ほんま。お話し会で。ヨウちゃん見てーっつって。もうあんまりビビるからやめてな。あ、お話し会申し込みましたよ。やった、嬉しい、ありがとう。嬉しいね。明日の23日の昼12時までなので、ぜひぜひ私のお話し会来てください。
コンビニシール作ってレオパージュダンサブルのロゴ入ってるよ、貼ってるよか。嬉しいな。今回はたくさん撮ったるーってさ、待ってるね。いっぱいお話できることを祈っております。握手会会見せるの。ジャンレディでマナティが尊敬する先輩ゆうちゃんって言ってたやつ。嬉しい。マナティ、マナティに会いたいな。あのマナティと今レオパージュを担当してくれてるマネージャーさんとの絡みがすっごい好きなの。もうめちゃくちゃ好きで、そう、歌のパートがね一緒だったんですけど、その練習をするときにマナティだけなんか音程がずっとね違うくて、そうずっとマネージャーさんに音程が違うって言いながら、そうずっと言い合いしてたなって。めっちゃおもろかったよな、マジ漫才みたい、ほんまに面白くてずっとキラキラ笑ってた。だから本番出る前もそうだし、ずっと練習してた。同じパートずっと一緒に練習してたな。可愛かったな、マジで癒される。僕体が痛んでて嫌ってさ、なんで？体疲れてんのかな？接骨院かマッサージ行くしかないね。どういう痛みなのかわからないけど、平和が一番、それはそう。ユーミンの握手会ほんまに行ってみたいなって、まだ1回しかも同じ会申し込んだ時ないから、ぜひ。でもね、握手会はもう本当にまだまだ先になると思うけど、今あるお話し会があるので来てください。枚数まとめて撮るか1枚をたくさん撮るか迷ってるってさ。どうなんやろう。どっちでもいいと思うけど、分からへん。その話す会話とかによるかもしれないね。自分が話せる、どうなの。どうなんですか。どっちの方がいいんですかね。ほんまにまとめて撮る方もいれば、分けて撮る人もいるから、まあ会話によるよね。そうなの、話す内容にもよるけど、まとめた方がゆっくり話せて個人的にはいいやってさ。確かにそうやな、まとめて撮った方がいい人もいれば、2、3枚ね分けてる方もいれば、じゃあほんまに15秒はすぐ終わる、マジですごいある。だからほんま一部しか撮ってなくて、そう一部で1枚しか撮ってない方はマジでもう寂しく終わる。これは私はもう一回最初の初めてのお話し会の時にもう何回も思うけど、今も思うけど寂しいってなる。そうね、それなんてさ、ほんまに寂しすぎる。私も普通に悲しいって言ったもん、普通に。初めての時言っちゃった。こんな感じなんて、寂しいってなんねん。挨拶したらすぐ終わる。ほんまに終わる。ほんまにあっという間、びっくりするほどあっという間、あーってなる。ヤッホーで終わるよね。終わる。
挨拶ですぐ終わるからね。笑われて終わったこともすいません、その時はすいませんでした。ほんまに申し訳ない。それは今でも全然覚えてるな。お話し会は最低2枚カレーってさ、つまり何枚か買った方がいいってことね。そうだね、私的にはうん、何枚か買った方が、うん、そっちの方がおすすめします。いやほんまに、でも一回でも何それみたいな、そんなんかそんな考えなんのみたいな思ってる方はマジ一回やった方がいいと思う。えってなるから、マジ体験してほしい。でもやっぱ挨拶したいよね、だから2枚は最低でも必要やって。たまにね、あれって、ま、スタッフさんがね、環境のトラブルで止めたりするんですけど、開始時間からのあのなタイムあるやんか、そうあれはもう機能やから仕方ないんですけど、その、ま、30秒あるとしますよ、30秒あるとします。そしたらもう15秒ぐらい流れました。その時に会話がねできなかった時があったんですよ。何人もいてたんですけど、ファンの方で。でその時にスタッフさんが止めて、でその環境、その電波状況をスタッフさんじゃない、あのファンの方とお話しした時に、大丈夫ですって、そのまま流しますって言った瞬間に、私はあの後に回せないですかって言うんですよ。だってその15秒間めちゃめちゃ問題じゃない、電波の状況で。仕方ないかもしれないけどね、せっかく撮ってくれてんのにさ、もうあと何秒しか話せないのがさ、めちゃめちゃその15秒間めちゃめちゃ無駄やからさ、え後に戻してくださいってもう一回言ってる。そんまにそのまま流しちゃうスタッフさんがめちゃめちゃいてて、そう、それをちょっと学んでほしいなってめっちゃずっと思ってて、そうそう、私を回してくれたよ。何人か回しました。何人かってほぼ回します、なりますよね。そうだから電波状況はさ何とも言えないし、そうやから画面しかなくて、そう私の顔が動いてなくてとか、そう見れないまま会話で終わっちゃうとか、そういうのありました。でもそういう時ファンの人が優しさで、いやもう大丈夫です、声だけでいいですみたいな言ってくれたりとか、ほんまにそれでよかったのみたいなずっと思ってる。だからほんまにみんなが電波ね、いいところ、まあいいところでいてくれたらそういいんですけど、あね電波はね、だからほんまにお話し会のトラブルは結構あるけど、スムーズに行く時もあればとか、でも難しいけどね。電波だけじゃなくて、ね、バージョンもあったよね。何それあったっけ。今チーム N なの？チームは解体しました。今チーム解体して、まあこの前2ヶ月間ナンバトルっていうなんか新プロジェクトをやったんですけど、6つの今は6つのグループに分かれています。だから NMB2 のチームはないです。今は何倍この音がうるさいよな、ほんまにいつも、もうな、うん、うるさいのこのバイク、ほんまにいつもうるさい、ほんまに深夜でもこういうバイクのな通るから
うるせえって思っちゃうもん。まあ仕方ない。たまにほんまに毎日なんじゃないかなっていうぐらい通るから。久しぶりにショールーム帰ってきました。おかえりチキン。おかえり。まだコールしてないだけ静かな方かとバイク。あ、そうなん。やばいやん、コールしたしたらもう違い見んとらえるわ。劇場公演また配信のみになるのかな。なるのかな。ならまあなりそうやけどな。もうほんまに大変やもん。どうする。てかあと、あ、ん？てかめっちゃあと少しで4月終わりますね。ほんまにそれな。辛いよね。ゆうみちゃんすべてが大好きです。ありがとう。あ。まあ、ちひがインスタに上げてた白のマスクスプレー、ゆうちゃんも買って使ってないねん。そう、使ってなくて、ちひがなんかこれいいよみたいに言ってたから、そう欲しいな。今年のゴールデンウィークも何もできないね、本当にね。あれ欲しいんだけど、ゆうちゃん持ってたら下買いに行くえってさ。どうなん。あ、でも私持ってなくて、そう感想を聞きたい。普通に何がいいのか、持ってて何のメリットがあるのか。選抜ママよ喜んでくれた。よっいやっつったらあれけど、その話をしてないの別に。そう、してないしてないの。いや、してんねんけど、してんねんけど、もううるさいなー何回通んねん。ほんまにバイクどうした。ほんまに明日公園行くか本当に迷ってるやつ。コロナ、あ、明日何の公園、何の公園だよ。もううるさいな、もううるさお話し会で緊張する自分を見守ってくれるゆうちゃん、いいやって。いい窓から一体うるさいねんってやばいやん。
来るで、ほんま。あー、七木公園ね、ウィルビー。明日緊急性公園なのね。ゆみ様がショールームしてるやろうって私が言うの、みんなが言って、みんなが届けて。来たら殴りにかかりますとお話し会なぜかいつも怒られるやってさ怒られることしてるから。いや、もう黒豚さんは怒られることしかしてないから、もうそれはね、もうそうなります。なんか最近ね、ハット、バケハハットが欲しすぎて、そうずっと調べてんねんけど、あんねん、でもバケハハットはそう何個かあんねんけど、また新しいの欲しいなと思ってずっと調べてんねんけどさ、何がいいのか分からんくて。そうなのね。あ、間違えた、バケットハットや。バケハハットバケハあれや、訳してるあれや、バケットハットでした。バケットハットはこういうやつです。調べますね。あー、でもこれ人のちょっとあれになるから、ちょっと自分のあれで、もう家の中もうるさい、ガチャ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 、ちょっと静かにできないのかな。あれ、私乗せてんけどな、どこ行ったんやろ。あ、これ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 、見えるかな、これ。見えんのか、映っちゃう。これこれこれがこれ、そう、これがね、そう、こういう帽子が欲しくて、なんか最近流行ってるの、また頭痛い。うん、このゆうちゃん可愛いやつ、嬉しい。いいねしてるよ、ほんまに。ゼブラ柄のバケットハット、バケットハットかわいい。これかわいいよね、買ってよかったって思ってるけど、夏、これ去年の夏しかさ、あの帽子かぶってなかったから、今年の夏もいっぱいかぶろうかな。山用のやつと同じやのかな、ちょっと違うんじゃない、ちょっと違うくない、ちょっと形がちょっと違うやん。ジョーちゃんもよくかぶってるよな。あー、かぶってるな、かぶってるイメージあるわ。キャップよりもこのハットをかぶってるイメージあるわ。確かに今はプレゼントできないよね。できないのよ、もう本当に。だからみんながね、ゆうちゃんのためにプレゼント買ってきたよって、送りたいのに送れないからみたいな、そうずっと部屋の隅っこ置いてるとか言ってくれてるのがすごく、もう、はい、落ち着いてくれんかな。公演もね、普通に通常の公演やりたいのにさ、全然できへんからさ。ゆうちゃんの影響です。
仕事着がほぼ矢印になったやつさ。アディダスかわいいよね。アディダスかわいいよね。また夏終わったらどうしよう。どういうこと？どういうこと？確かに16人公演の迫力が欲しいね。欲しいよな。もう1年以上プレゼントできない。いや本当に。おじさん用のバケットハットもあるの？あ、男性用もありますよ。ちゃんとぜひ調べてみてください。自分が似合うなと思うやつを。弟がアディダス派で自分はナイキ派だったんやけど、アディダス派になりました。お、アディダス派をいっぱい増やしましょう。初めてお話し会取ろうかな。お、キムちゃん待ってます。ぜひ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 お待ちしております。ちょっとまだ先なんですけども、もうぜひお話し会来てほしい。初めてお話し会ゆうちゃんにしようよ。え、初めてのお話し会？それは嬉しいな。ガチの初めましてやん。嬉しい。ぜひ来てください。お待ちしてます。なんか今日のユーミン可愛すぎて、いつも可愛いけどね。そう、何も特別可愛いことしてないよ別に。ゆうちゃんのお話し会取ったらハマります。大事なことでもう一回言います。ゆうちゃんのお話し会取ったらハマります。初めての個別握手会はルリナはルリナ。あ、ルリちゃんなんよね。すごい。ゆるりで初めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めてのお話し会はあっという間に終わりますやってさ。覚えてますか皆さん、私との初めてのお話し会。いや、ほんまハマりますやってさ。今回まだれいこちゃんにも配信ありがとうの挨拶行こう思ってる。あ、ぜひぜひぜひ。余って抜け出せなくなった人ここにいますって。初めてゆうちゃんだって。よ、やん。これはマジゆうちゃんのお話し会。底なし？底なし？沼にはまります。私も抜け出せなくてみんなそうや。覚えてるよ、ズームだった。ちさ、初めてはシャミ会やったりさ。あ、そうなの、沼さん覚えてる。病やったやつさ。初めて握手会やった、覚えてるよ。そうそう、握手会最初はそんなつもりじゃなかったんやけど、今じゃ沼界隈です。沼界隈ね。沼界隈じゃないけど沼界隈ね。私が間違えたからね。もちろん緊張して話せなかった。自分も初めての握手会、お話かユーミンだったりさ。まだ仕事ないよってさ。あら、シーンさん行く前から名前知られてたやつ。緊張で全然覚えてないやつ。私の近くでもバイクの音があれ来てんの、来てる、もしかして。ごめんね、初めましては緊張して覚えてないやつさ。いや、そうよな。初めて握手会で会った時めっちゃ子供やったような気がするってさ。あ、AKB さんのシャミ会ね。ズームの時めっちゃ嬉しそうに名前呼んでくれた。かわりちゃんにゆりちゃんと会えて嬉しかったです。覚えてる、紫のダンサブ T シャツ着たやつ。研究生の頃やねって。すごいな。あれ、初めてにゆうちゃん霊も覚えてますよって。
握手会行った隣のレイには並んでたけど手振ってくれたけど気まずかったのなんで気まずかったんやなんで気まずかったの覚えてもらってたからやって顔見てあーってあーあー覚えてる覚えてる中平康介さんだって最近ですもんね言うて私それ覚えてるわえ車の中やったっけじゃなかったっけもうそれ違うかったごめんなさいなぜか1回で名前覚えてくれてめっちゃ嬉しかったの覚えてるやつさあのね会ったことないけどずっとコメントしてくれてる方とかでお話し会とか握手会でその名前を名乗ってくださると分かるんですよそう、ね、それしてない方はちょっと分からないんですけどずっとあのねショールームのコメントとかしてくれたらほんまに覚えやすいあ、車の中、ほら、やっぱりそうやん、ほら。車の中でしょ、ほら。ゆめちゃん、ありがとう。覚えてるよ。雑誌見ながら言う話し返しじゃないです。いてたな、なんかそんな人もな。そんな人もいてたな。プチたい焼きです今乗って名乗ってくださってる方がプチたい焼きさんじゃあこれからいっぱいコメントしに来てください劇場でキムちゃんですってスケッチブックに書くやってたあぜひぜひぜひキムちゃんキムちゃんも話し会始めましてしてくれるもんねあれこの人だっけさっき喋ってたの違うっけでもたまにあるあれこの人こんな名前やったっけってなる人がある似てる人の名前が何人かいててそう分からんくなる時はねそう間違えた時はそれは本当に申し訳ないけどうんだね6、7年前だもんないときはめっちゃ前はじめましてをつながってすぐ SNS のアイコンを見せた思い出やってさやっぱりめっちゃ記憶力いいやんってさ私はいい方ですよたまに抜けるけどそういう対応してくれるとすぐハマってしまう。ふみかちゃんはコンサートで何だっけサインボールやったっけ？いやカンペやったっけカンペでなんかうちわじゃないボールちょうだいっていうのを覚えてるわ。何のコンサートか覚えてないけど覚えてます。カート覚え方。似てる人とかで覚えるの？わしはマネージャーさんだったけど。なんで覚えるんやろな？わからへん。わからんねん、それが。なんか覚えてんねんな。わからんねんな。N の DB ん DBL ホールでのあー10番勝負のやつか N のえ10番勝負じゃなかったっけあれうわ久しぶりに来たのよーく覚えてますな目力さんマジどこにずっとどこにおんの最近全然現れへんやん。何してんの？なあ。私めっちゃ言うファンの人と言わないファンの人いるんですよ。全然怖
来へんね最近。あのこのコロナになってから仕方ないけどさ、生きてます、よかった。でもそれでよかったよ、生きててよかった。頑張ってください、ありがとう。今日私肌切れない、めっちゃ切れない今日肌、ちょっとニキビあるけど、うん、ゆうちゃんに絡まれたい。エザさんはいつも挨拶があるじゃん、せーのやっほー。いつも綺麗くないで、そんなことないよ、肌荒れてる時はめちゃめちゃ荒れてる、あのナンバトルの密着のやつとかめっちゃ荒れてるから。そう、あのあれ映像作ってくださったスタッフさんに会って、この前そうめっちゃ泣くやんみたいに言われたからさ、いやいやいや泣きますよみたいな、でもあの映像めっちゃ使いますね、めっちゃ肌荒れてるじゃないですかってさ、もうそれは思ったみたいなそれは思ったなってっていう会話したの。え、カルタまった？あお尻痛い、お尻痛い、痛い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 、ゆうちゃんに怒られたいのが一つの夢でもある。なんで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 、眠い、大丈夫そう、全然眠たくない、もう10時じゃん。ちなみになんでまださん付けのやつ、ワムワムって、え、ややなんかワムさんはワムさんしかなんかなんか、うん、ワム急にワムって言われたら嫌じゃない、そんなことないかな、なんかちょっと変やねんな、ワム、どうなんですか、ワムさんワムさんワムさんになりちゃった、私は私呼び捨てされた、エザ呼び捨てされるとは思わなかったここのルーム怒られた人多いね、いやもうな、ほんまにな、怒るにも体力使わねんだよ、使うんだよ、結構怒られたいけどでした、怒られるようなことしてみ、今から。最近ダンサー不足です、みんないろいろね、ちょっとこの時期はね、そんなこと思ったことないね、それが普通だと思うけどな疑似公演入るとゆうちゃんが公演中いつもかん観客に気配りしてるのを見てプロだなと感じる、イエーイ、やったね、やったやった、あさん付けされたら464633、確かに確かに、名前元からさんある人にっこつけなあかんかな、だから、ゆうみちゃん会いたい、名前覚えてる、まなみちゃん覚えてるよ、お、みなとみらいのグッドスプーン行ったんや、あ、でも行ってきたよっていうファンの方があの DM でくれた、写真も撮ってくれて見たよ、それは、ゆうみんこんばんは、今夜も来てみました、ありがとう、
年単位見る余裕あるんですね。当たり前じゃないですか。もう長年やってるんでね。もう長年もやってるんで。そりゃね。あだ名名つけてもらいたいです。私嫌いなんですよ、あだ名名とかつけるのが。そう、あんま好きじゃなくて。申し訳ねえ。逆に褒められたいってさ、足が丸だから集中アンナの靴下詰め合わせプレゼントしたのに怒られた。覚えてる、それめちゃめちゃあんで、まだ家にもめっちゃくれたよな。次クレアしんちゃんの靴下ちょうだい。最近クレシンちゃんが好きすぎて、でもそんなクレシンちゃんはいらんけど、そのクレシンちゃん抱き枕とか、クレシンちゃんの枕とか、ちょっとぬいぐるみとかその辺はいらんけど、ミルリンみたいでさ、クレシンちゃん好きな子多いよな。私ほんまに昔からやからさ、足のサイズなんぼ 24.5 でかいでしょ。今欲しいものありますか。あのスチーマーが欲しい。スチーマーが欲しい。わかる、スチーマー、あのうわーってなんかかけられるやつ、スチーマーが欲しいっす。美顔器かな今欲しいのは。なら23センチの買っときます。なんでやねん。なんでやねん、なんでそうなる。1万円以上は、うん、あ、そう、化粧水入るやつね。そうそうやね、化粧水入る、化粧水普通は水なんですけど、化粧水入れられるやつがあって、見ようか。か、あの美顔器欲しい。あの美顔器って、あのなんか電気ブラシのやつ、なんか流行ってるやん。でもあれめっちゃ高いねんな、10万ぐらいすんねん。そうやねんな、出てきな、プスチーマーパナソニックやったっけ。おー、すぎないや、救急車か。そう、これが化粧水入るやつね、新しい機能なんですよ。これがね、新しいやつ。うえ、誰や今ワンって言ったの。最近帰っていけんのか、無理無理、あかん、ダメなんですよ。あ、見た、あかりちゃんの動画でな、電気ブラシからヤンマーから出た似たもの紹介して、そうやねん、あれな、欲しくて
そうやね、あれ欲しくてさ、そう、あの電気ブラシよりも結構まあ高いけどまだお手頃には買えるかなって、それと比べたらね。お話し会って基本の1枚どのぐらいで話せる感じなんですか？15秒。1枚15秒かな。そう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 。いやまあ。違うのかよ。ママにめっちゃ言われる。あんた25。あんたここをちゃんと輪郭を出しとけば痩せて見えるみたいな。そう言われて。顔がねすっきりするから。優しい。いっぱい応援してゆうちゃんが自分で買えるくらいにしてあげるわ。いやちさ優しいな。お話し会何話したい？何でもいいよ私。何でも乗るよ。乗るよ。会話するよ。確かに顎のライン変えて大事よな。ほんまに顎のラインって大事。ほんまに大事。だから私太った時に顎のラインなくなるんですよ。ここがね。ここはあるかもしれないけど、ここがね、そう。埋まっちゃうから、すぐわかる。何でも噛みたいよ。イエス。ゆうちゃんのアバターないの？ないのよ。ないのよ。で、顔マッサージしてない。顔全然マッサージしてない。マッサージしてない。ちょっとだけかな。そう。顔じゃん。白目綺麗。顔ほててる？ちさ。の顔触ったらな、ほっぺた触るとほてんね。ほら天然チークみたい。天然チークみたい。今こんな綺麗じゃないやろな。あすごいよ。すごい。すげえ、天然チークみたい。天然チークになる人おるよな。あの小顔よりも鼻をなマッサージしてる。めちゃくちゃめちゃくちゃマッサージしてる。私天然チークなの？コンプレックスやってた。なんで？全然それいいよ。私は全然羨ましいよ。天然チーク可愛いやん。天然チークなんで嫌なんやろ。なんで？マッサージ方法ありますか？とりあえずマッサージ方法はあのここまずここをどうやってするかな。こうやって30秒グリグリグリって30秒まず30秒タイマーでやってね。
30秒やりました。で次にここをここあここってなめちゃめちゃなむくみあるらしいから、ここをまず30秒、ここ30秒で、ここ30秒やってます。ユーミンタイム、ありがとうございます。そんな毎日やってないんで気まぐれ。ここってむくみありやすいから、ここ取るとマシになるって。いいんだって。だって15分になったら終わろう。20分にします。20分になったら終わります。初日公演の練習するん、え、進んでる。全然一個も手つけてない全然一個も手つけてない。どうしよう、やばいよな、やばいよな。私追い込まれないとできない人なんですよ。楽しみにしててください。はじめまして、ありがとうございます、来てくれて。どれぐらいで覚えるの？え、今回はミルさんのプロデュース公演やったことある曲でもな、2番とかがやったことないからさ、まあ、Don't Look Back はやったことあるとして、あれはリアパージュでやってたからポジションもそのままやし、ほぼやったことないな。からね、花は咲いて散るのが運命、どうせならば代理本気出したらすぐやもんなそれな、もう何回交わってるからな。私も全然もう最初初期の時は振り覚えすっごい苦戦した。そう、フリー V 渡されて DVD プレイヤーと見つめ合いながら、これどうやって覚えんのみたいな、もうずっと苦戦してたな。ちょっととりあえずギフトをくださった方のお名前を呼びしますね。 DD 小山さん、ふーくん、ワムさん、なるまーさん、キーちゃん、ヤマピーさん、ナンバ18さん、ナンバ中平康介さん、まえちゃん、アナ2-787さん、うちなんちゅう、あぶりカルビ DD さん、おやじの4646さん、マッサン、ユーリン、ミーちゃん、メグさん、リカさん、ヤマピーさん呼んだね、シマムさん、ありがとう。じゃあランキングも読ませていただきます。13位マッサン、12位ナルマーさん、11位キーちゃん、10位シゲヤン、9位ウチナンチュウ、8位ソフトグリーンさん、7位タカさん、
6位ふみかちゃん、5位みーちゃん、4位やまぴーさん、3位りかちゃん、2位まえちゃんさん、1位はナンバ18さんでした。ありがとうございました皆さん。本当にもう一回知らせていくおくと、明日の23日の昼の12時まで第1次のオンラインお話し会の受付が明日の昼の12時までなので、ぜひまだ申し込んでない方はショールーム終わったらすぐ私の方にポチ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 とお願いします。今回ね6部制本当に嬉しかった、ありがとうございます。次はフル部数目指して頑張ります。ありがとう、念願です。あの握手会票をずっと病んでた、今までずっと病んでたけど、今回もうずっと眺めたいぐらい嬉しいちょっと気持ち悪いけど、発想が発言がちょっと気持ち悪いけどぜひぜひ、もう皆さんのおかげです本当に、ありがとうございます。ぜひね申し込んでみようかな、気になってるよっていう方は、1ミリでもほんまに気になってる方はぜひもう会いに来てほしいなって思いますし、ちょっとね朝早くてちょっと無理な方は違う予定をね調節して組んで、ほんまに来てほしいなって思っています。朝来れる人はぜひ一緒に頑張って朝活しましょう。話したいね、したいね、しましょう。ゆいちゃんのためなら切れるよね、みんな。ありがとう。1ミリ以上気になってます。ありがとうございます、本当に。あと1分で終わりたいと思います。ゆうちゃん努力やからね、これからもゆうちゃんには幸せな時間たくさん作っていこうね、作っていきましょうね。朝早いのは得意です。お、さすが。ユーミンカツ？カツっていうの？ユーミンカツ？します？初めて申し込みますね。あ、待ってます、須川さん。こんばんは。気になってるけど行ったことないや。参加してみようかな。ぜひ。シュン、シュンさんっていうの？シンさん？シンさんって読むのこれ。シュンさん？ありがとう、ぜひ。お、何部に生きるか考えてるやつ、嬉しい、待ってるね、ぜひぜひぜひお待ちしてます。何分や、もう待って、20分になりました。しゅんさんやな、ありがとう皆さん、またね、また配信します、おやすみなさーい。